眉毛をさ、染めたんですよ、さっき。なんかさ、オレンジじゃない？ こんにちは。なんかオレンジになってきてない？抜けてなくない？えって感じなんだけど。えって感じで、えって感じなんだけど。どういうこと？そう、眉毛染めたの。なんだけどさ、あまり変化なし。なんならちょいオレンジになってるよね、なんか。なんでなんだろう。なんか前髪も変だし。ああ、悲しい、悲しいよ。悲しいよ。なんかめっちゃオレンジ。なんで？なんで？って感じ。待って、まつげチンとしたい。ああ。こんにちは。皆さんお昼食べました？食べたかな。まだ？ざるそば食べた？いいの？今食べてる？何食べてるんですか？何をお食べになさって？なんかさ、これさ、本当にさ、なんていうのかまだわからない。まつげの存在感が出るようになった気がするって。これから？席はね、あれ食べたい今。今ちょうどね、あれ食べてきた。卵と、卵と納豆と、卵、納豆、明太子、牛乳混ぜたやつ食べた。混ぜて巻いたじゃない 焼いたやつ。オムレツ的な感じで食べた。なんかよくさ、もんじゃとかお好み焼き屋さんにあるさ、やつ食べました。よいしょ。見て、すっごい取れてた。見えます？頑張って止めてるつもりだったけど全然止まってなかった。全然止まっとらんかった。無理かもしれない。なんでなんでなんでと思ったら、そういうことか。あ、そう、お好み焼きっぽい感じ。お好み焼き風的な感じで、感じです。よいしょ。
髪の毛結んじゃう。あら、しゃっくりが止まらない。え、下向いて水飲めばね、止まるよ、しゃっくりは。しゃっくりは下向いて水飲めば止まるんだよ。知ってた？ダメだ、前髪がなんかシュイーンってなってる。今日夜ご飯何しようかな。もう今から考えてる。夜ご飯何しようかなって。何がいいと思います？何がいいんだろう。迷っちゃうな。下でお辞儀しながら水飲む。こうやってあのコップをこうつけん、こうじゃなくてこうつけて下から、そうすると止まる。一発で止まるよこれは。ねえ、どうしよう。鍋し食べたいなーみたいな。鍋かなん。どっちがいいかな。鍋かな、鍋かな。をしようとしているけど、どっちがいいかなみたいな。鍋だったら豆乳鍋、豆乳鍋かチーズ鍋かな。豆乳鍋、魚のこと、うん、魚のコーナー、何に引っかかったことない。先はないんだよね、まだ。でもね、一回ね、ママが鳴ってね、喉にね、ピンセット入れて取ってたよ、喉。めっちゃ痛い、ちそりゃ痛いねっていう話をしてた。水これ飲んないと。なんか好きさ、足やばいんだけど。なんか人間の足じゃない、色してる。なんかさ、前右足森でブユに刺されたのね。でその時みたいなやつが急に左足に現れ始めたの。いつ刺されたのか全然わかんないんだけど、それがさ、なんかさ、かゆいんです。めっちゃかゆくてね、あ、もうかゆい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 ってなるぐらいかゆいんです。めっちゃかゆいので、なんかしまいにはなんか紫色になり始めてきてる。なんか今日ね、朝ね、すごい足に違和感なーと思ってみたら、めっちゃ紫色になってた。そう、トマトのもつ鍋食べてみたいなーって思いながら食べてない。ちょっと食べてないです。未だに食べてない。なんかね、めっちゃ美味しそうなんだよね。しゃっくりはなすびの色はって聞かれて紫とか。そうなんだ、初めて聞いた。なすびの色は紫。それで止まるってすごいね。
やばい、もう全部バッサバサ。なんかね、朝なのかな、でも痛くもないんだよね。めっちゃ紫、あの血通ってませんって色してる。めっちゃ紫だよ、本当に紫。あざ、なんか黒っぽくなってる。なんか皮膚お亡くなりになりましたみたいな。なんでなんだろう、前もなったんだよね。エキナス好き？すごい、エキナス食べれない人間だから尊敬しちゃう。ナスってどうやってたら食べれるのか分かんない。ぶつけたじゃない、絶対何かに刺されてんのこれ。3箇所もある、3箇所刺されてる。とてもね、なんか足ずれてんのかなって思ったの最初。足くじいたっけって思った違和感だった。だけど違くて見たら紫色になってた。目に入ってたんだ、これ。いていて、なんか一目痛いなと思う。危ない、危ない。多分虫だと思われます。こんにちは。残念けどね、カレーにしようかな。あと気分次第ですよね、本当に。いや、野菜をとりあえず買いに行く。メイクしたいけどメイクするのもめんどくさい。メイクしたいんだけどさ、メイクがめんどくさいです。どうしましょう。ナスのカレーも無理。ナス何も食べれない。どうやっても食べれない。今日はね、いないんですよ。今日はみんな学校行っちゃった。油跳ねるのは作りたくない。なるってなるとカレーか。鍋。本当に大根おろしで食べると美味しいの。多分ね、ナス食感がダメなの、あのふにゃーんっていう。あのふにゃんがダメなんだよね。鍋いい気もする。待って、顔面痒くなってきた。なんかさ、
ちは。確かにキーマとかドライカレー、ドライカレー美味しい、好き。これでお肌の保湿完璧。ベタつかないんですよ、こんなテカテカしてる。ベタつかないから好き。よいしょー。あ、振っちゃいけないのに振った。いや、なんか調子悪くないこれ。なんか顔に当たんないんだけど、全部服にかかってる。ありますよ、ココイチ。もちろんもちろん。どうかな、どうかしら。痛いよ、まー、髪が目に入ってる。こうこうこう、だんだん食べられるようになった。本当本当に、先食べれる気がしない。こうこうこう、嘘。眉毛が、眉毛整えたからかもしれない。さっき整えた。ハロウィンだ、今気づいた。ハロウィンじゃん。今気づいたよ。そういえばハロウィンじゃん。ハロウィンじゃないか。って感じ。気づいたら、なんか嫌な音したよね今。どうしようね。やばい、足挟まった。ね、ハロウィンだね、この周り。今日はハロウィンじゃないと。31だよね。壁ドン、でもさ、壁ドンしてさ、なんかさ、壁ドンあるじゃない、なんかあーってやる。壁ドンしてさ、なんか壁抜けましたとかないのかね。なんかありそうじゃない。ちょっとその現場を見てみたい。どうなる、どういう展開になるのか。そう、壁抜きそうじゃない。去年悪魔やったのかな。悪魔やってたね。なんかいろいろやってるよね、毎年違う。あれ
それは違うわ。それは生写真の話先は言ったの。去年悪魔やってたのはインスタですか？ あれ、去年悪魔だっけ？もうさ、自分の中でさ、クリスマスのさ、ツリーの個数のイメージしかなくて。あれはさ、クリスマスの時のコスプレじゃん。その印象しかなくて、それだと思ってた、ずっと。コスプレはそんな持ってないです。一個だけ。今あるのは、サメ。サメはずっと持ってる。本当？似合うかな。え、ねえ、絶対ありそうだよね。壁抜ける。ドーンってやってさ、あーって。 でもさ、そこで倒れたらさ、そこがそこでさ、あれだね、ラブソースイート流れちゃうね。難しくない？キズメイクできると思う。次どうだろう。あんま自分でやったことないから分かんないけど、でも多分できると思います。なんかティッシュに血のりつけてってやったらできるみたいな、聞いたことがある。そう、サメ。リカはなんかさ、なんか前にさ、OUC のさ時にさ、 OUC の時にさ、なんかショールームでさ配信してたじゃないですか。なんか、なんだっけな、なんかで配信した時に雨の動物園をやったの。そう、その時にサメを着た。そう、おうち、雨の動物園。それ前日に言われて、で次の日届くやつがね、サメしかなかった。だからサメ買った。サメしかなくて動物だよねって言い聞かせてやってた。 前日に言われたから用意できなかった。いろんなドンキ回ったのにドンキに売ってなかった動物が。ハロウィン配信したいね。何がいいかな。何がいいかな。何がいいかな。カービィとメロンパンチ。かわいいでしょ、奥にいるプーさんも。プーさんもいるんだよ。見えます？カービィとメロンパンナちゃんとプーさん。いるんだけど、あと他にもいっぱいいるんだよ。でも、ここに置けるだけ一回置いたの。これが限界だった。あとクロミちゃんもいるし、あとなんだっけな、なんかいっぱいいるよ。赤井さんの人形とかいろいろある。え、サメだよ。そう、なんかね、ネット通販で頼んだ。クロミちゃんは弟がね、保育園のね、行く時車に連れてっちゃった。持ってっちゃった、クロミちゃん。だから今いない。うん、ドキンちゃんはいない。コキンちゃんとバイキンマンはいスマブラやったことないんですよ。やったことないんです。スマブラって何ですか？
聞いたことはあるけど何かがわからない。髪伸びたかもしれない、わかんない。でも前よりかはだいぶ伸びてると。ほら結構伸びたくない？伸びてるね。マリオカートは得意中の得意です。マリオカートは得意で、めちゃくちゃめちゃくちゃ得意よ。なんかね、年長さんぐらいの時に買ってもらって、マリオカートを買ってもらったんです。でそれでね、年長さんの時これ言ってるから、もう得意中の得意だよ。スプラッシュどこやったんだろう、わかんない。ね、やっぱりさっき髪伸びるの早いですよね。多分結んでるからなんだよね。髪の毛下ろしてるとすっごいね遅いんだ。すっごく遅いのだけど、結ぶとめちゃめちゃ伸びるのが早くなる。髪の毛まとめたいんだよね。もう一旦よいしょ、いけるかな、よいしょよいしょ。なんでこんなゆるゆるになっちゃった。うん、マリオカートしてるとき体も一緒にこうやって動いちゃう。ねえ、エクステかおりちゃん見たらめっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かったよ。マリカは、さっきはディディコング、サルサル。この髪色どうしたの、どうしたの。色素が抜けた。色素が抜けた。ね、本当にブラシがない。どこ行ったんだ。エクステつけたときにこの色にしました。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いけるかな。できたできた。え、もちろんもちろん何呼びでもいいですよ。なんでもいいよ。なんでもいいです。もうあだ名が、あだ名なんかもう呼ばれ方がいっぱいありすぎて、なんでもいい。ね、好きって呼ばれ方いっぱいありますよね。うん、下ろしてると髪の毛伸びるの遅いんですよ。
なんかね、結んでると髪の毛ってこうやって引っ張られるじゃないですか。だから伸びるのが早くなるんです。下ろしてるときは引っ張られないから全然伸びない。そうそうそう、そうなのよ。そう、ディディーコングね、ほんとさっきさ、さっきまであったものすぐなくしちゃうんだよね。なんかわかんなくなっちゃうの。すっごい洗うのが、なんか部屋片付けるじゃないですか、一回綺麗に、めっちゃ綺麗にするじゃないですか。物を一個もなくすの、全部なくすの、なくすじゃん。あれどこにしまったっけってなっちゃうの。今日のチーム出ません出ないから今の時間いる。そうそうそう、そうなんですよ。すぐ伸びるの、髪が引っ張られるとヨーンでヨーンで。だからさっき前髪失敗しちゃった時とかはもうずっと結んでる、ここでちょんまげしてってやってるとあれですよ、すぐ伸び、多分3日後くらいにちょうどよくなってると思う。3日後、2日後、3日後くらい。なんか前髪はでもね、伸びるのがめっちゃ早いの、異常なくらいに。めっちゃ早いんですよね、なんでなんだろう。嘘、なんで最近イケメン、なんでだろう、どこも何もイケメンじゃない気がする。この自分じゃ全然わからない。ちょっと前髪切ろうかしらとか思い始めてる。でも自分で前髪切ると重くなっちゃうから我慢する。巻く、なんかちょっと変になっちゃったから直すね。嘘、なんか自分で切ったり切ってもらったりって感じです。これが出てきちゃう、やだ。どうしたらいいんだろう、これって。どうするべきなんだろうね。難しくない？髪の毛がさ、短いのがいるから。いやどっから出てきたこの子、本当にやだ。できない、できない、できないよ、できないんだが。さっきどうやって止めてたんだ。
すっごい気になってた、おじさんですよね、ドラマ。なんかさ、あれって見逃し配信みたいなのってありますか？でもあれなのかな、入ってないと見れないのかな。全然できない。見えないし、できない。ちょっといけるかも。本当？似合ってます？どうしようかなーってお悩み中です。じゃあな、どうしようってなってます。全然しばらくこれでもいいと思うし、めっちゃ悩みです。どっちがいいんだろうね。全然どっちでも大丈夫なんですよ。どっちがいいんだろうみたいな。どっちでもいい。でも多分、でも髪の毛さ、染めてた方がさ、ちゃんと美容院に行くじゃないですか。多分さ、サボっちゃうんだよね。あとなんかまだいいやっていうのがあるじゃん、黒髪だと。病院に行く機会が減っちゃう。どうしようみたいな。だったらなんか染めてた方がいいよね。そうなんですよね。黒髪の時とかほんと切りに行く時ぐらいしか行ってなかったから。よいしょ。どうしよう。目がかゆい。あ、TVer で見逃し配信ありますね。本当に？見よ。なんかさ、あれだった、あれだと思ってたの。なんか見逃し配信ないのかと思ってて、見れないじゃんってなったっていうか、普通に話してたんですよ、母ちゃんとこないと。めっちゃ見たよねって話してた。で、母ちゃんにお尻を見れるみたいだよって。本当に髪の毛もう無理。邪魔。邪魔。伸びたら伸びたで。ここまで長くするのはやっぱり向いてないみたいです。だ
メです。アイロン落下しそうだった。短い方が楽です。めちゃめちゃ楽だよ。シュシュどこに入れたんだろう。それも分かんなくなっちゃった。どうしたのか。ねえ、もう本当に無理。なんでさ、こんなにさ、すぐどこにあっちゃったのか分からなくなっちゃうんだろう。わん、ね、さっきまで佐々木さ、シュシュ持ってたじゃん。あのシュシュが消えた。どこにもついてないもんね。ねえ、もう嫌なんだけど、無理。無理ゲー。え、ね、そんなことある？あれ？ね、さっきまでシュシュ持ってたのに。うわーなんだけど、どこ行っちゃったの？ファイルシュシュ。え、待って、怖くない？え、こんなことある？ね、本当にシュシュどこ行ってしまったの？ねえ、本当に嫌なんだけど、もうダメ。無理。本当に消えた。似た。怖っ。間違えてメイクのところ入れて、メイクたちと一緒に埋まってた。もう嫌だよ。このやりとり何回目って感じだよね。どっから声出てるの？腹の底。腹の底。いや、悲しいぜ。毎朝こんな。え、しかも急いでる時に限ってとかだとさ、もっと最悪だ。無理ーってなる。いけるかな、これ。よいしょー。はい。いい感じ。こんにちは。シュシュの移動。シュ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 ッテテテテテキュッ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 テンテテンテテンキュッ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 。はい。なんだっけ、パンツ履いてだけ。キュッ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 。かゆい。で、でん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 。アンクレットは足につけるやつ、ミサンガみたいな。足につけるミサンガ、ミサンガみたいなやつ。テンテテンテテン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 。ね、今日風強すぎるんですけど。
ドアがぶっ壊れそう。開ければいいのか。わかんないかも。あんま変わらなかった。てんててんててん。てんてんてん。今配信してる人少ないから先のライブが一番上に来てる。ね、恥ずかしい。やめますとか言って。恥ずかしいのでやめます。そろそろとか言って。てんてれんてれんてんてんてん。どうしよう、うっすらだけしようかな。メイクほんと0.1 ミリぐらいしようかなみたいな。てんてれんてれんてんてんてん。 0.1 ミリだけしようかなみたいな、ね、そうしよう。だって見てるんでしょ。それはちょっと嫌だから少しだけするわ。ね、最近耳がねすごいねブーンっていうの。なんでなんだろう。耳になんか潜んでんのかな。前髪やったのに一回止めないとだ。そうさん、なんだっけ。風のように走れ。地球を一つ飛び。さっきね、ほんと親友の基準がわからないの。これ結構な悩み。親友の基準がわからない。なんかさ、自分が親友って思ってさ、相手が親友って思ってなかったらさ、親友じゃないじゃん。親友とは何？親友とは？かな。親友とは何でしょうか。親友とはとはとはと。親友が分からないんだよね。かといって友人も分かんない。なんかどこからが友人なのかがよく分かんないんだよね。なんか匂いする。甘っ。でんてでんてでん。キュッキュッキュッ。タラララララタタタラララタタ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 タ。ハリもめっちゃ仲いいけど最近連絡全く取ってないよもう。あ、でも一個あったわ。なんか急に可愛いって DM が来た。それぐらい。全然連絡取ってないよ。しばらく
あの青髪の毛青くした時ぐらい、青くした時ぐらいに可愛いだけ来た。ちょっと待ってください、一瞬スポンジ鳴らしてくるね。10秒あれば戻ってこれる。この距離は感じ。ただいまーもす、まあ、もす、なんで、じゃらららららら、親友と、なんかさ、なんて言うんだろう、ちっちゃい時からずっと一緒にいますで、なんか幼なじみ的な感じだったら親友って言えるけど、言えるけど、そうじゃない限りわからない。アルペジオってなんだっけ、星、アルペジオってなんだっけ、分かんない、忘れちゃった。そう、幼なじみとかだったら先は親友って言える。幼稚園から一緒です、ずっと保育園から一緒ですとかなら言える。アルペジオってなんだっけ、アルペジオ星じゃないよね、ずっと思い出せない。ねえ待って、今1時半か、焦った、2時かと思った。低い音から順番に弾いていくこと。待って、セクシュアル知らないかもしれないよ。初めて聞いた。確かに確かに。なんかドレミファソラシみたいな音が出る気がしなかった。絶対今の言い方だと絶対どうでないよね。
ポスターカード、ポストカード、ポストカード残ってた？それを買うしかないでしょ。お時間があったらぜひ、お時間がありましたらぜひ。さっき買いに行っちゃおうかな。さっき買いに行っちゃおうかな。コスプレ決まってないですねえ。めっちゃ服がさ首締まってた。何しようかな。コス迷い迷い。でも去年はさっきあれしてた、あれが去年なのかもわからない。魔女はして、あ、魔女じゃない、悪魔してたじゃん、あの角。あとさ、ハーレークイーンしてなかった？あのピンクとさ、あの青水色っぽいやつ。ね、確か両方してました。インスタにある気がします。ないかな。あっちはある、悪魔は。どうだったっけな。文治さんも出てる。どう？めっちゃ喜びそう言ったら。バッチリ。ね、無理。このアイシャドウめっちゃ可愛い。見てても色こんな色なんだよ。全然開かなくない？めっちゃな、なんかいい感じにしてくれる。ありがとうアイシャドウ。感謝感激。これでメイク落とすのめんどくさくないよ。マスカラもしてないし、ファンデーションも塗ってないし、アイラインくらいかな、しといた方がいいの。そうなんですよ、今100均でもいっぱい売ってる。そう、しかもいいらしい。最高じゃない？ 100 円で揃っちゃうよ。100円で買えちゃうよ。100均で揃えられる。
と眉毛でおしまいです。なんですけど眉毛が見当たらない。こんにちは。こんにちは。何のコスプレだろう。ツリーかな。ツリーでもずっと前でもない。なんだろう。やばい、ま、眉毛がパッサパサ。ブリーチしたから。なんだろう。アンパンマンのコスプレしてた。してた？全然記憶にない。アンパンマンのコスなんて人。ここに書いたやつかな、こうやって。わかんない。全然覚えてないんだけど。あ、肉みたいな、ここに書いてた時のやつかな。画面落書きしてた時のかな。え、わかんない。あ、ちっちゃい頃のね、あのアンパンマンに囲まれてるやつね。なるほどなるほど。確かにあれアンパンマンのコスだね。確かに確かに。わかんないね。なんかね、これ まつげティントっていうやつなんですよ。なんかね、これでまつげの先端本当は透明なんだけど、まつげってこれでね染まるんだって。だから長く見えるみたいな。わからないけど、わからないけど、あ、こううまく塗れたかも。ほら、わかんないけど、どうなんでしょうかね。もうお試しです、お試し。なんか眉毛細くなった。これでしょうか。申し訳ございません、フェイスパウダーでございます。メイクポーチとフェイスパウダーでございます。フェイスパウダーちょこっと。これねすごいんだよ、こんな量入ってんのに1200円で買っちゃう。しかも舞台メイク用だから汗に強いの。めちゃめちゃ良いやつです。オッケー。ちょっとおでこに塗って、あの前髪がペターンってならないようにするためにおでこに塗りました。戻ってきた前髪が。チャイナ服着たことない。どうなんだろう。そうだよ、さっきメイク道具ね、最初ポーチ入れてたの、このんでも今入らなくて量が多すぎて、だからこんな感じ入れてる。でもまた別に机に入れるケースはあるの。なんだっけ、持っていくときだけこれに全部詰め込んで。なんかね、ほんとこれに入れてたの。ちっちゃくない？どうやって変わんないか、そこまで。
でも全然違うの入る量。これは全然入んない。今回さんのだよ。ヘアオイルとかやっちゃったな。ふぅー、どこにあったんだろうみたいな。まあまあまあ、いや、ミルクでもいいかみたいな。よいしょ、失礼いたします。それでいけるはず。どうでしょうか。絶対前髪切りたい。切ろ、目にめっちゃ入る。あー痛いよ、痛いよ、目に入ってる。あー、あ、切るの下手くそ。全部飛んでる。服の上髪の毛しかない。そんなことある？全部髪の毛なんだけど。髪の毛。服が全面的に髪の毛だよ。いて。よいしょ。お、いい感じ、いい感じ。目に入ってない。え、そう、さっき一人なんです。私一人。よいしょ。これからお出かけ、どこに行くのでしょうか。どこだ。よいしょ。めっちゃ良くない？切るのプロかもしれない。見て、めっちゃ上手くない？え、びっくりなんだけど、初めて前髪こんなうまく切れた。そうだよ、平日の昼間はほとんど一人。イエイ。え、めっちゃいい。
え、めっちゃいい。どうした？なんかプロになっちゃった。あ、そう、正解。夜ご飯の買い出し。でもその前にとあるところに行く。その後買い出し。めっちゃ今日手が滑る。お散歩かな。お散歩ではないです歩くけど、歩くけど散歩ではないな。まあでも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 、オッケー。前髪いい。けどさ、キープしないとね。前髪ね、ダメなんだ。生き延びてくれないの。八重洲バスターミナル知ってます。八重洲口の方でしょ。でもいつもあそこ迷子になる。いつもあそこ迷子になる。なんかさ、気づいたらさ、なんか違うとこいんだよね。東京駅ってなんであんなさ、よくわかんないさ、わからないんだろ、迷路みたいな感じ。本当に分からない。ネオンライン表みたいなやつ見ないと分からない。迷子。あれ見ても分かんないもん、最初なんて。なんか佐々木さん、本当に小学校の時さ、東京初めて行ったのね。小学校の時にマジもろ迷子。ママも仕事してるからさ、1回だけしかついてこれなかった。1回だけだったの。一番最初の1回だけ。もろ迷子だよね。泣きながら電話してた。家に帰れないって。完全迷子。そうそうそう、正午ドラフトの時、大号泣。
くよ。めっちゃ泣いてた。もろ迷子だし家に帰れないしみたいな。嫌だ、嫌、家にいつまでたってもたどり着けないって本当にやばかった。めちゃめちゃ焦るよね、家帰れないって。なんかさ、月割と引っ越すたびにね、家帰れなくなっちゃう。自分のそのなんていうの、引っ越したての時ってさ、自分の家の行き方がわからないわけ。ダメだ、いや諦めます。わからないじゃん。なんか車とかで行ってもさ、車で移動してるからさ、なんていうの、車だと連れててくれるじゃないですか、家まで。歩きってなるとさ、自分で行くじゃん。わからない。そう、迷子迷子住所調べてマップで行ってる。最初のこととか、あ、気づいたらもう2時になってしまう。やばい。ランキング読みます。13位、こまちさん。12位、おっさん。11位、 YK さん。10位、かぼちゃさん。9位、 C さん。8位、ペンギンさん。7位、チョコレモンスワン。6位、トシくんさん。5位、タクオさん。4位、くんちゃんさん。3位、さきさらえさん。カブサムにどん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 。2位、モントさん。1位、グリポンさん、おめでとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あー、オッケー。髪の毛がさ、いろんなとこにくっついてね。あー、やばい、ひっくり返した、また。あー、またひっくり返しちまったね。こちらこそありがとうございます。行ってきます、私。バイバイ、ありがとうございました。バイバーイ、いってあげます。